リファーイー教団によるズイクルリファーイー教団は、アフマドアルリファーイーが起こし、イラクのワースイートカラバスラにかけての提出地帯を中心として発展を遂げたスーフィズムの一派。カーディリー教団の台頭する15世紀頃までは、信者が最も多かったが、現在はエジプト回路で特に影響力が強いと言われ、中近東のみならず、トルコやバルカン半島、 南アジアにも信者が分布している。熱せられた石炭の上を歩く、生きた蛇を口にするなどの荒行を行うことで知られ、ヨーロッパ人からは、ホエル・デルビー氏とも称せられた。教団の成立時期は12世紀頃とされ、宗教的共同体の長を務めていた母方のおじ、マンスール・アル・バターイヒから、あるリファイがその地位を継承したのが1145年頃で、この時期から、 多数の信者を引き連れ活動を行っていたとされる。その後、アブーファトフ・ワースイティによりエジプトやシリア、トルコにも勢力が急速に拡大。1268年には、アブー・ムハンマド・アリー・ハリーリーがシリアに分派を立ち上げる。しかし、15世紀に入ると、カーディリー教団が台頭し教団の勢力が推微、アラブ地域が主たる拠点となる。他教団の礼拝や思想を混交した。 教団内の反主流派の動きも活発で、例えばイスタンブールのケンアン・リファーイー率いるグループはベブレビー教団の要素が強く、トルコの農村部におけるリファーイー教団はベクタシー教団などの伝統を色濃く反映している。14世紀から15世紀にかけてはアナトリア半島に進出し、イブンバトゥータは同半島中部で教団のハーンカーを書き残している。ハンカーが オスマン帝国の首都イスタンブールにも見られ始めた17世紀から19世紀まではトルコを拠点とするようになり、ここからバルカン半島やコソボ、アルバニアにも力を伸ばした。信者は興奮状態になると蛇を生のまま食したり、炎に包まれたオーブンの中に入ったり、ライオンの上に乗るなどの荒行を行う。また、体に鉄釘くや砕いたガラスを突き刺す苦行も行うという。 こうした教団を特徴づける荒行、供養を、アフマドアル・リファーイーが創始したか否かは明らかでない。しかし、この修行を、あるリファーイーによるものとする学者がいる一方で、モンゴル帝国の侵攻以後に成立したのではないかと、する説を唱える学者も存在するなど、諸説ふんふんたる状況である。ありがとうございます。